浜口まさるが南明奈と結婚できた理由。18歳差という年の差により話題になった浜口まさると南明奈の結婚。実は一度プロポーズに失敗しており、2度目のプロポーズで結婚に至った。浜口はホテルに宿泊をした際に南の指輪を結婚指輪にすり替えるという乙女心くすぐるサプライズをした。南は1度目のプロポーズは断ったが、結婚を考えられない人とはお付き合いしないと決めており、交際をするときは大きな年の差に介護のことも頭をよぎったというほど真剣に浜口に向き合っていた。南は交際の決め手を一緒にいたら何でも乗り越えられると思えたと語っており、浜口の誠実さや強い思い、南に対する真摯な姿勢に強く惹かれたようだ。